確かに。ごめん、ヨウくんお腹痛いんだって。だから連れて帰るわ。はい。みずきまで帰んなくてもいいじゃん。しんどいのに一人にすんのかわいそうでしょ。じゃあまたね。また。優しいな、みずき。あの、いいんですか？あそこ戻りたかった？いえ、いつも友達に囲まれてるこの人がなんでこうして俺と一緒に歩いてるのかわからなくて不思議だった。明日雨だな。え、なんで？ほら、あの飛行機雲見える？あ、はい。あれ、ずっとあそこに座ってるんだよね。そういう時は次の日、雨が降る。へぇ。低気圧が近づくと、上空が湿った空気になるから、残りやすくなるんだよ。あの顔が信じられないほど近くにあった。耳元に届いた声の響きまで、良いものであることに気づいてしまった。正直言って怖い。近づくたびに心臓が跳ねるから。なんなら近寄らないでほしい。住む世界が違うから。好かれたいとかは思わない。ただ嫌われてしまったら死んでしまうかもしれない。想像するだけで胃液がせり上がった。